こんにちは。ミスタートレズです。です。本日紹介するのは、トレンジフリークデザインスから、はい、こちらになります。ゴルドマーグドラゴンリングナンバーワン。ナンバーワン。ナンバーワン。なんでナンバーワンってついてるかっていうと、フリアさんに確認したんですけども、うん、今後ドラゴンシリーズとしてナンバー2ナンバー3ってこう作っていくんだって。おお、うん、それは楽しみですね。そうだね。で、いろんな古谷さんのドラゴンっていうのが今後出てくるかと思います。なるほど。はい、その記念すべき、まあ、ナンバーワンですね。第1号。一応ね、年内の新作としてはこれが最後っていうことにはなってるんで、はい、まあ、また来年再来年と期待していただければなと思います。はい、じゃあ紹介していきましょうか。お願いします。はい、一応こちらのリングなんですけども、はい、19号でグラムが105グラムあります。なかなかリングで100超えるとやっぱおーってなるよね。まあ見た目的にもね、そうだね。一応鋳造の関係でね、多少の前後はあるんですけど、はい、まあおおむね19号あれば100は超えるんかなと思います。うん、はい。で、大きさが、長さが約60mm、横幅が約40mm、うん、で、厚み最大のところここですね、27mm。 おー、なかなかでかい。で、ゴルドマーグってどういう意味なんかなって思って聞いたんですけど、うん、はい、なんか強そうなっていう名前らしい。ラスボス感はありますね。そうそうそう、名前に。うん、古谷さんって結構ネーミングセンスかっこいいじゃん。うんうんうん、あのもう一個のね、ドラゴンのペンダントもラグナフォルテとかさ、はいはいはい、エトの。で、一応このリングなんですけど、まあ見てわかる通り角のところがブラスになってるんですけど、うん、本体とブラスがこう別パーツでできてるってことは、型取りした時に大きいのとちっちゃいのって縮小率が違うんだよ。うん、だからやっぱりそこで苦労したみたいで。なるほど。そう、バチッとね、合うサイズでやっぱ上がってこなかったみたいで。あ、そう、だからそこをねきちんと修正して出来上がってるっていうね、うん、リングになります。帳尻合わせが、帳尻合わせが難しいんだよね、こういうのはね。狙ったバランスに仕上がるために、そう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 、試行錯誤してできたリングとなっております。なるほどですね。はい、お値段が9万円税抜き。店頭に来れる方はぜひね、店頭で確認していただければなと思います。はい、はい、これはやっぱりつけて迫力を実感していただきたいですね。そう、一応ね、僕がつけるとこんな感じですね。でかい。でかいよね。まあやっぱ真ん中か人差し指かっていうとこじゃないかな。確かに上り竜でつけてもいいみたいな。あそんなところですかね。はい、はい、というわけで今回ご紹介したのはストレンジフリークデザインズ今年最後の新作になるであろう。そうだね、過去仮としとこうか、はい、ゴルドマーグドラゴンリングでした。はい、それではアリベデルチ、バイバイ。